ポーランドバラーナビチのジャンクションウェールズカーディフにある伏線分岐ジャンクションとは鉄道において2本以上の鉄道路線が合流または分岐する場所である。これは分岐器及び信号による2路線の線路の物理接続を意味する。単純なケースとして線路が1本か2本の2路線が1箇所のジャンクションで合流するという場合を考える場合列車が一方の路線から 他方の路線へ転線できるようにするには、かなり単純な線路配置で済む。新しい路線が加わった後に列車をどちらの方向へも運行可能にする際は、デルタ線のようなより複雑な分岐施設が必要とされる。校舎の場合においては、方角や全体的な土地の名前を利用するなどして、この三角形の三箇所の分岐点にそれぞれ違う名前を付けることが可能である。 分岐点にあるかその付近にある駅を分岐駅と呼ぶ。しばしば分割して複数の目的地へ行くために列車がそのような駅で編成、分割される。貨物列車においては操車場が同様の目的で使用されている。世界初の鉄道分岐点は1831年にイングランドニュートンでウィローズ付近にあり2路線が合流していたニュートンジャンクションである。 分岐点の存在は、鉄道路線線自体の列車の増発のネックにもなる。これは、列車密度が増加するほど、顕著になる。分岐点のネックは、信号の量の改善や高速度に対応したポイントの設置、平面交差の立体交差化によって改善することが可能になる。立体交差化は改良の工事費用が大きく、トンネルや橋、 都心部などでは改良が困難なこともあるが、改良後の効果は新路線の建設よりも大きくなることも多い。ありがとうございます。